このコミックブック面白いわね。うん。スー、見てよ。これ何？宝くじ？そうだよ、文房具を保管できるお家を勝ち取りたいんだ。私たちって工作士でしょ、自分たちで作ればいいじゃん。おいで。本当？行く行く。こんにちは、今日はサムのための小さいお家を作るのよ。せー、どのお家がいいか選べないよ。これかな、カラフルだし。こっちはどう？どうしよう。バロック式ハウスはどうかな。バロック式？それってアイスクリーム的な？寒いお家になっちゃわない？サムチン知らないの？それなら建築の歴史を勉強した方が良さそうね。初期の家は紀元前に登場したんだ。原始人の家よ。洞窟みたいな自然の風景を利用したんだ。お店とかキャンディーなしでどうやって生き延びたの？寒くないの？植物を収集して野生動物を飼ってたんだよ。暖を取るために動物の毛皮で服を作ったんだ。火を起こす方法も編み出したの。火は暖かさを保つだけじゃなくて調理にも活用したんだ。サム、何してるの？火を起こしてるんだよ。ちょっと違う気が。じゃあどうすんの？ちょっと脱線しちゃったみたいだね。お家の歴史に戻ろうか。しばらくすると人々は自然を生かすだけじゃなくて自分たちの避難場所を作る方法を身につけたんだ。じゃあ僕たちも原始人だね。だって僕たちも木製の家に住んでるもんね。私たちの家はもっと耐性のある現代的な素材でできてるんだ。このミニハウスとは違ってね。なるほど。その次は？建築界における次の重要なステップは古代エジプト。うわ、エジプトではピラミッドに人が住んでるんでしょ？ちょっと違うかな。ピラミッドはファラオを称えて建設される歴史的建造物なのよ。僕、ツタンカーメンは知ってるよ。子供の時にファラオになったんだよね。それって僕でもファラオになれるってこと？そうね、初代スライムファラオ。ピラミッドは謎に包まれてるんだ。建設者とかそもそもの建設方法とか。サムチン、何してんの？俺をピラミッドを制作してるんだ。また失敗したみたいね。どういう意味？またって？サムチン、話してる間にバルコニーが完成したわよ。すごいでしょ。ところでバロック式にちゃんと見えるかな？スーが説明してくれた様式には当てはまらないような。じゃあ引き続き続行。次の重要な時期は古代ギリシャ。古代ギリシャのことは知ってる？みんなと共有してよ。暖かいからオリーブを育ててるんだよね。それに有名な哲学者の出身地なんだよ。ギリシャは大きな柱の建物を建てることで有名なのは知ってる？そういう柱は重くて複雑な建造物も支えられるんだよ。サムチン、家には何を入れるつもりなの？ペンを入れるかもしれない。あるいは僕自身、あるいはどっちも。急に哲学者になっちゃったの？答えはイエスでありノーでもある。世界初のスライム哲学者だね。おそらく人類は永遠に存在しない。みんな、完成が楽しみな人は高評価して乞うご期待。みんな、もっと家について学んでいこうか。建築界にアーチと半円型の構造を取り入れた人は誰か知ってる？古代ギリシャ人よ。一番有名な建造物はコロッセオ。剣闘士の戦いをしたところ。サムチン、もしかして同じこと考えてる？多分ね。ちょっと待ってて、すぐ戻るね。さて、試合開始といきましょう。青コーナー、スライミウス・サム、いざ。赤コーナーは美味しいヌテラ。試合開始。ヌテラでお腹いっぱいだよ。もう倒れる。頑張ったわね。さて、工作を続けよう。ペンホルダーは2つあるんだ。1つは左、もう1つは右に。少しずつ工作が収納箱ハウスになってきてるね。やばい、すごい。ここいい感じ。ここもほぼ完成だね。このパーツをここに接続しよう。よし。最近アダムスファミリーを見たんだ。これもあれみたいな様式の家？
ううん、ゴシック調はちょっと違うんだ。ステンドグラスの窓や先頭付きの大聖堂なんかがそうよ。あと、あ、何？あ、何が起こってるの？ムハハハハン、我こそはドラキュラ伯爵、サムなど知らん。サムやめてよ、怖いじゃん。ごめんす、ドラキュラ伯爵ってゴシック時代の人でしょ。怖がらせてごめん。あ、工作は無事だよね。大丈夫よ、工作はいい感じ。バルコニーを見てよ。ここは石造りを模してるんだ。ペン用の素敵な半円形のフェンス、小さい文房具のための引き出しがいるわね。早速作業開始。サイドの壁を下に接続するんだ。サムは静かね。どこ行ったんだろう。ここだよ。ねえ、建築士の次の段階を教えてよ。陰気なゴシック調の次はルネサンス。この時代の建築は幾何学模様、対称性、厳格さが特徴なの。ヨーロッパの国々、特にイタリアで始まったんだ。レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロもこの時代の人だよね。正解。有名な芸術家や発明家が文明の発達にかなり貢献したんだ。僕も偉大になって世界に貢献したい。それならサムチン、君の芸術力を家の装飾に生かしたら。これでお家はほぼ完成よ。あともう一息。高評価して見逃さないようにお知らせボタンをオンにしよう。みんなお家に色付けしていくわよ。サムチン、メインの壁の色は何色がいいかな。青、家の他の部分の色とマッチするもん。大賛成、いいチョイスね。ところで古代の建築のことをいろいろ学んできたから、次のステップについて教えるね。うん、もっと教えてよ。僕、世界一の建築家スライムになりたいんだ。建築の発達における次の重要な段階は産業建設。金属、ガラスをたくさん使うようになったんだ。シュー、そういう冷たい金属の世界に暮らすのって陰気で悲しくない？ううん、金属は構造を強化するためで、ガラスは装飾の一部だったんだ。こういうタイプの建築は今でも人気なのよ。すでに色付けを始めたんだね。僕もやりたい。筆を持ってくるね。オッケー。一緒に作業すると楽しいし、作業が進むわよね。スミレ色を使ってもいい？もちろん、サムの家なんだもん。好きな色を選んでよ。よしと。スー、僕ここの壁終わったよ。サムチン、今日は建築の話をいっぱいしたよね。でもアニメ界には独自の様式がいっぱいあるんだよ。私はリメンバーミーの建築が好き。とっても綺麗だよね。映画の中の狩猟の街も同じような様式なんだ。鮮やかな色の照明やランタンがいっぱい。僕はカール爺さんの空飛ぶ家が好き。空飛ぶお家。でも僕このお家の方が好きだな。ふう、いい感じに仕上がってきた。でもまだまだ終わりじゃないよ。この壁をレモン色に塗るんだ。アニメみたいな鮮やかなお家にするんだよ。うん、サムったらどこに行ったのかしら。ここだよ。家の後ろに色付けしてるんだ。みんな、ピンクをプラスするのはどうかな。いいね。うん、この色でバルコニーの床を色付けしよう。サムチン、リラックスしてバルコニーでヌテラを食べれそうね。やったー、待ちきれないな。急いでよ、早く家を完成させよう。焦らないの、まだ半分以上あるんだから。ノー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 。サムチン、何？ほぼ完成だよ。え、もう？うわー。サムチンがハンモックでくつろいでる間に作業を終わらしたのよ。
僕少し横になってただけなのに。わあ、綺麗だね。どうやってこんなに早く作業を終えたの？頼れる工作魔法だよ。さて、今度は装飾。装飾？やった！僕絶対見逃さないよ。みんな、サムはどんな装飾を用意したと思う？終わったよ、見て。素敵に仕上がったでしょ。わあ、すごい。カラフルな旗が素敵ね。いい感じ。じゃあ文房具を入れていこうか。カラフルなペンはここ、レゴペンはここ、鮮やかな消しゴムはここ、カラフルなポストイットも。この引き出しにはメモ帳、ノリなんかの小さい文房具を入れていくよ。よし、カラフルな収納箱ハウスが完成したよ。綺麗だね。スー、僕の宝くじはどうなったのさ。素敵な家を作ったから宝くじは必要なくない？うん、まあそうだね。思ったよりも上出来だもんね。よかった。みんなも気に入ったら高評価してチャンネル登録してね。バイバイ。またね。